はいどうも、お初にお目にかかれます。地球上のすべての愛しい生きる者の嫌われ者キモイマン37と申します。よろしくお願いいたします。というわけでして、今回ですねお送りさせていただきます。タイトルはこちら、死因というわけでして、今回で動画本数的に言うと19本目ということで、今回も頑張って、楽しくね実況の方やらせていただきたいなと思います。で自分ですね、この通りって言っちゃあれなんですが、ぐさぼうな上に、あと滑舌も悪いので、そのせいで、奇跡的にもね、こちらの動画をご視聴くださっている方の中でね、非常にご気分の方を悪くされてしまう方もおられるかと思うのですが、そこをどうか、長い目でね、ご容赦いただけたら幸いかなと思います。いずれにせよ、ぐさぼうはぐさぼうなりに、一生懸命頑張って、奇跡的にもね、こちらの動画をご視聴くださっている方に、少しでも楽しいな、面白いなと思っていただけるようにね、頑張って実況の方をやらせていただきたいなと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。というわけでして、早速ね、続きの方を、やらせていただきたいなと思います。今回ですね、第3章、くちゃら花嫁っていうことで、今回はその続きですね、前回のね、をやらせていただきたいなと思います。ではですね、早速やっていくんですが、ちょっとわかんないですけど、多分今回ね、ボス戦かもわからないので、ちょっとね、頑張ってね、やっていきたいなと思いますね。はい。では、そうだ。で、その前に、ごめんなさい。今までね、こちらのシリーズの動画の中では毎回ね、ちょっとお断りさせていただいていることが一個ありましてね、毎回ね、攻略サイトを見ながら、こちら今、プレイの方ね、させていただいております。で、なぜかっていうとね、結局そのテンポよく進めていく方がいいかなと。いちいちね、完全初見で やっていくのもね、すごい新鮮な感じがしていいと思うんですが、なんかね、選択ね、間違ってまた最初からとか、そういうやり方だとね、もうテンポが悪くなってしまうので、で、そうなるとね、奇跡的にもこちらの動画をご視聴くださるという方に対して非常に申し訳ないというかね、恐縮ね、なので、最初から正解のところをね、ズバズバ言って、ね、行った方が、テンポよく、ね、進めていった方がいいかなと。ということで、毎回攻略サイトを片手に、やらせていただいておりますっていうお断りですね。それをちょっと、ご報告までにね、させていただきたいなと思います。では、やっていきます。レッツゴー。これは確かクリーンだね。おー、来たよ。来たよ、これ。頭上からロープのきしむような音がした。木陰に揺れたシルエットに思わず全身のびくりと震えた。人ですか。すずが声を上げた。黙ってそこにライトを向ける。うわ、明らかに人ではない。マネキンだ。木立で首をつっていたもの、それはデパートで見るような天井のマネキンたちだった。当然人形が自ら死を選ぶはずがない。誰かのいたずらなのか、それとも侵入者への警告なのか。この光景を作り出した者以外、今となっては知るすべもない。行こう。危険だとは思えない。ただのマネキンだ。はい。鈴はそう答えたが、一歩踏み出す前に、ぎゅっとこちらの手を強く握りしめてきた。では参りましょう。と言いたいところですが、攻略サイトで、ごめんなさいね。これか。揺れる人形を押さえながら、左手に握りしめているものを引き抜いた。出たー。霊魂ですよ。霊魂タイム。はい、来た。霊魂。これはもうお約束ですね。で、順次を左に近づいて、押しにくないんだよね。普通に行けばいいんだよね。
では行きますか。地面中央を調べるとイベントって書いてあるんだけど、ないよね。大丈夫ですよね。怖いな。男性を模した人形が木から吊るされている。人形を吊るした人物はどのような思いでこの行為を行ったのだろうか。探るは何よ。風が吹いていないにもかかわらず、吊るされた人形は延々と揺れ続けている。怖いよ。じゃあ行きますか。よし、行きましょう。あ、出た。あ、花子だ。すず、気をつけないと。大丈夫。もう襲ってこないはずです。そこには先ほどの犬の姿があった。犬はすぐ目の前の地面を何度も繰り返し引っかいている。やがてそのまま霧のように消えていった。何してたんだろう。あそこに何かあるってことでしょうか。調べてみよう。ここですね。あ、これか。で、これを調べると、ボス戦に行くんですか。問題の地面に手で触れてみると、予想外の感触が返ってきた。その周囲の地面がやけに軟弱だ。まるで軽く土を踏み戻しただけのような。手を貸してくれ。ここを掘るんですか。道具がなくてもいけそうだ。頼むぞ。わかりました。さて、何が出てくるんだ。夜の森の中、ただ黙々と手足を使って地面を掘る。まるで墓荒らしだ。 本当ですね。そんな言葉が頭に浮かんだの、予感があったからなのかもしれない。犬か。掘り当てたものを見下ろしながら、うわー、最悪だな。ぼんやりとそう思っていた。うわー、現れたのは死体だった。白骨化していたが、それほど古いものには見えない。死体ですか。すずに答える自分の声がひどく無感情に思えた。いつの間にか死に馴染んでいる。足元の亡骸ではなく、その事実の方に思わず寒気を覚えた。死者の世界に近づきすぎたのだ。分かっているが逃れる術もない。心とは折れ腹に、もう一人の自分が冷静に死体を観察していた。そのうち彼は何かに気づいて声を上げる。何だろう、あれは。死体の手元に白いものが見えていた。掘り起こしてみると、ビニール袋だ。袋の中に何本かのカセットテープと書き置きのようなものが入っていた。書き置きは風化しているが、部分が読み取れる。やつらは皆殺し、君恥ずかしめたらは君も安らかに寝る。やるべきことは、僕もここ、死。君が旅立つこの森、新しい曲、天、聞いてほ。文字はここで終わっている。遺書みたいですね。でもあのカセット。すずはカセットを見た。どうして一緒に入ってるんでしょうか。まるで話しても聞くかのように、持ち主の顔を見ていた。当然帰ってくる言葉などない。わからない。言いかけて言葉を失った。なぜなら、脳裏で別の声が囁いたからだ。最後の、あ、ついに来たか。声はそこで途切れた。最後の、ちょっと待て、最後の、何なんだ。どうしました。私何も、いや、すまん。
別に何でもないんだ。ともかくテープは持っていこう。なんだ、なんですかね。さて、では、行きますかね。もうないね。ないですね。では、でもここが最後？これ以上行けないもんな。よー、しぶしが焼けるように赤く輝く死の刻印まであと数十分。その時、はっきりその動きを感じるほど印が大きく脈動した。くそ、もう時間がないのか。唇をかみしめ、鈴の方を見る。鈴、おい、聞こえるか。やばい、ついに来た、始まってしまった。強引に鈴の手をつかみ走り出した。怪異はすぐそこまで来ている。どうするどうなる。今回のボス戦はちょっとね、今までのボス戦とはちょっとね、形がちょっと違うみたいで、なんかねあれなんですよね、ゲットリーチョイス形式でやるみたいですね。今までアイテム使ってね、こう1ターン、2ターン、3ターンってやってたんですけど、今回はちょっと違う、みたいですね。ゲットリーチョイス式でやるみたいです。ともかく気がついた時には車内に乗り込んでハンドルを握っていた。やけどだ、ひとまず苦情感に。バックミラーの後ろの席に押し込んだ鈴の顔を伺う。鈴はわずかに顔を傾け、ぼんやり車窓を眺めていた。一体何を見ているのだろうか。自然の先には暗闇しかないというのだ。助手席側のエータの CD ラジカスが横倒しになって転がっている。例のテープを聞くつもりで後部座席から引っ張り出しておいたものだ。苦情感にすぐに来た。メリーに相談するにしても一通り聞いておいた方が。そう思ってカセットに手を伸ばしたとき、異変に気づいた。あれ？ここ、どこだ？いつ間違えたのか、見覚えのない道へと出ていた。いや、見覚えがないというわけではない。明らかに通ったことのある道。だが今の道順では、決して通るはずのない場所へ行こうした。そう形容するしかない。ありえない話だが。落ち着け。ラジカセなんて言ってるから勘違いするんだ。九条街への道は間違えるはずがない。もう何度も通っている。最初の交差点を見逃して、見慣れない場所に出ただけ。そう言い聞かせて、車の U ターンを進めた。しかし、何度繰り返しても、なんでまたここなんだよ。何度繰り返しても同じ道が現れる。右折しようが左折しようが直進しようが同じ光景に戻ってくる。おかしいだろう、こんなの。何度もハンドルを叩いた。そのせいか手首の印がまた焼けつくように痛みます。鈴と一緒にこのまま車中で死の刻印を迎えることになる。かといって苦情感には戻れない。何度やってもこの迷路から抜けられるとは思えない。だとしたらどうする。どこへ車を走らせれば。これをね、これが、今回のこのエンディングの選択になってるみたいで、このね、英会堂方向と
T ランチ方向に行くと、なんかね、ちょっとよろしくない英文がね、また向かっていることになるらしくて、この T 小山方向っていうのが、一応まあ、正解っていうか、その、なんか一番いい感じになる展開になるみたいなので、とりあえずこれを選びます。とっさに頭に浮かんだ方向へとハンドルを回したんです。っていうか、まあ、その方向に行こうというわけでもなかった。どこでもいい。とにかくこの状態から抜け出せるか。アクセルを踏み、自爆から逃れようと、闇雲にハンドルを切った。だがやがて、まるで待ち構えていたかのように、見覚えのある景色がガラスの向こうに現れた。ここか。結局この場所に戻ってきた。おお、来た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 。電話のベルが呼んでいた。それが誰の呼び声なのかはもうよく分かっている。印は深紅に染まっている。死の刻印まであと数分。電話ボックスへと向かう。エータの名付かずとバッグに詰め込んだ長谷川聖子の記憶と両の手に携えて。受話器を取るとすぐに消えてしまった。ついに来たな。来たよ。うわあ、ついに来たな。本番が来た。さあ、ボス戦ですね。すっとる。あなたは見たの。まあ、さあ、どう。これが正解みたいですね。まず、とりあえず。とっさにインスタントカメラを取り出し、フラッシュをタイマー。会員が叫び声を上げ、ひるんだその隙に外へと転がり出た。とりあえず良かったかな。だが起き上がったその目の端にこちらを見下ろすようにして立つ会員の姿が入った。ついに来たか。これはくちゃら花嫁。カメラの電池はもうない。次はどうすれば。マジか。落下線を突っ込み再生ボタンを押した。会議をそう感想を漏した。そう、失敗かな。会議の気配は静かに迫ってくる。次はどうする。あれ、ちょっと待って、マジか。自家製に突っ込み再生ボタンを押した。怖え。カイはそう感想を漏らした。おお、やめやめろ。接近してくる。やめてやめてくれ。カイの気合は静かに迫ってる。次はどうする。今日曲を出した線突っ込み再生ボタンを押した。怖いんだよ。
カイはそう感想を出した。うーわー、めっちゃ接近してきた。うわー、なんちゅう顔だ。カイはもう目の前まで迫っている。うー、カスト一番新しいの、ついにか。多分これが正解だってことなんで、これで合ってるんだと思いますが、内容が近すぎて再生ボタンを押した。そうできたんだこの曲。そしてどこからか駆け寄ってくる犬の嬉しげな声が響いた。ゲンちゃん、こんなところにいたのね。さあ来ましょう、あの人も待ってるから。顔かわいいね。なんか顔かわいいですね。ちょっと怖いなと思ったけど、光が走ったかと思うと怪異の姿はもうどこにもなかった。ああ、よかった。くちゃら花嫁の気配が消えた。消えちゃいましたね、くちゃら花嫁。鈴の様子は元に戻っている。印が消えたのだろう。自分の印は消えていない。印を刻んだ怪異はやはりくちゃら花嫁ではなかったのか。くちゃら花嫁って長谷川聖子さんなんですよね。ひどい目にあって死んでからも幽霊になってかわいそうです。ここは長谷川聖子の死んだ現場からそれほど遠くない。そのせいだろうか、くちゃら花嫁が消える瞬間、その愛犬の姿が見えたような気がした。恋人の作った曲と愛犬に導かれ安らかに成仏してくれるといいのだが、そろそろ帰りませんか。そうだな。え？唐突に電話が鳴り始めた。電話の音は止まらない。こちらが出るのを待っているからのようだ。どうする？自宅から聞こえてきたのは穏やかな女性の声だった。ご迷惑をおかけして誠に申し訳ありませんでした。では失礼いたします。え？今のは間違い電話だったのだろうか。緊張が解け全身の力が抜けていく気がした。ボックスを出ると鈴を連れて車へ乗り込んだ。今のはあれですかね、くちゃら花嫁さんですかね。おかえりなさい、竹山さん。あなたのおかげでやっと私の印も消えてくれたわ。残念だよ、僕の活躍の場がなくてさ。タイマモノの漫画も読み込んでるから自信あったんだけどね。すずちゃんもお疲れ様、大丈夫だった？はい、全部おじさんのおかげです。そうかけど僕ならもっとうまくやれたと思うけどね。黙ってくれ、頼む。お待ちしておりました。怪異の恐怖を乗り越え想念の解放に成功したようですね。おめでとうございます。あなた様の印が消えなかったのは残念でございますが、
そうですね、どうしようか。ちょっとごめんなさい、もう時間がね、そろそろいいかな、いい具合かなと思うので、そろそろね、ちょっとこんなところではありますが、この辺で終了させていただきたいと思います。ここまでね、ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。そしてここまでお付き合いくださいまして、お疲れ様でした。ありがとうございました。今回そうですね第3章クチャラ派の嫁の、言うなれば完結ですかね。今まだねこの通り途中なので完結編とは言い難いんですが、そうですね、終わりってことでいいのかな。やっぱりね、結構悲しいお話でしたね、今回もね。前回はそうでもなかったんだけど、今回はちょっと悲しい感じでしたね。一番最初のね、花彦くんのやつもね、すごいお話の展開がね、顛末で結構ね、悲しい顛末だったりするんですけど、そういうね、救われない魂っていうのがね、この主人公の、誠意とで力でもってね、こう癒されるっていうか、解放されていけばね、いずれ主人公自身も、また明るい未来がね、やってくるのかなって思うと、これも必要な悲しみなのかなっていうね、そんな気もしましたね。はい。ごめんなさいね、何言ってるんですかね。最後の最後でね、ごめんなさいね。というわけでして、今回はね、これで終了させていただきたいなと思います。で、自分ですね、これ以外にも、他にもシリーズ動画ですね、いくつか出させていただいておりまして、サイコブレイク2、ウィッチャー3、ワイルドハント、狼絶景版、ファイナルファンタジー15と出させていただいております。で、それ以外にですね、ニコ生の方の、ブロードキャスト配信なんですが、アサシンクリードオリジンズと、ホライゾンゼロドーン、新三国無双8などやらせていただいております。で、ブロードキャスト配信させていただくにせよ、今回みたいにね、動画をアップさせていただくにせよ、必ず事前に自分がやらせていただいております、ツイッター等で、ご報告させていただいております。毎回動画説明欄でですね、自分がやらせていただいております、各種 SNS の URL を、リンクっていう形でもって貼らせていただいております。沖の方がも気になりましたら構いませんので、もしよろしければぜひ、そちらの方もチェックされてみてください。よろしくお願いいたします。で、ですね、今回奇跡的にもね、こちらの動画をご視聴くださった方の中で、自分みたいなのでもいいなと思っていただけたらでね、構いませんので、もしよろしければ、チャンネル登録、あと動画の高評価等、ぜひよろしくお願いいたします。というわけでして、今回ですね、小小生キモイマン37がお送りさせていただきました。死因ですね。ですねっていうか、死因ですね。動画本数的に言うと19本目ですね。これで終了させていただきたいなと思います。改めまして、ここまでご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。そして、ここまでお付き合いくださりまして、お疲れ様でした。ありがとうございました。また次回ですね、20本目にて皆様にお会いできることを楽しみに、今回はこれで失礼させていただきます。ありがとうございました。バイバイ。